開運エミューさんからいただきました。中学の時です。少しいちびってよく先輩女子にトイレに呼び出されていじめられるということがありました。いちびってって何ですか。いちびってて調子に乗っててみたいな意味なのかな、文脈でいくと。ある日イケメンの先輩の男子に昼休み体育館の倉庫に来いと呼び出され、とうとう男子からも殴られ蹴られたりするのかなと思いながら倉庫に行きました。すると先輩から一言、俺お前が好きだ、付き合ってくれ。だから女子の先輩が目の敵にしてた。美人なんだね、うんうん、即 OK、 そして付き合うことに。もちろん学校でのデートは体育館の倉庫、たまに体育の先生が来た時は2人でたくさん積まれているマットにくるまって隠れてましたね、懐かしい中学校の思い出です、来た来た来た、体育館の倉庫の思い出、めちゃくちゃいい思い出だこれ。体育館の倉庫ってそんなロマンチックな使い方できたんだ。お前ちょっとこれ片付けとけよぐらいの思い出しかないわ、体育館倉庫。なんかもうめっちゃ埃臭くて入りたくないイメージ。高跳びマットの上とかで2人の愛を語り合ったんかな。もう高跳びマットとか一番もう埃がすごくて嫌だった。布団横も見るとさ、ついてるちっちゃい窓から熱い光がさ、高跳びマットから舞った埃を照らしてたんだろうね。だから余計に鼻もかゆくなる。エモいエモいわ、中学時代が激エモ、ハッシュタグ激エモ。高跳びマットすげえ、家に欲しい。絶対欲しくない。いい話かゆえみゅさん。ね、手に投げです。完璧なのが来たね、本当にいい。中学だよ、だって、うん、中学校の頃ってもっともっともっとなんか低レベルなことを考えてた気がするわ。付き合いましょうなんとかとかっていう話じゃなくて、本当ね。